何度、彼らは、こうして抱き合い、握手を交わし、友を称え合ってきたのだろうか。しかし、そ、瞬間に、笑顔で交わした抱擁は、今までとは全、異なるものであったことは、確かだった。2021年7月30、東京アクアティクスセンターで行われた東五輪の競泳7日目。男子200メートル個人メドレーの決勝で楽を共にしたライバル2人が同じ舞台立った。萩野公介と瀬戸大也である。この例、瀬戸は4位、萩野は6位でメダルには届かなか5年前のリオデジャネイロ五輪では男子400メートル個人メドレーで萩野が金メダル、瀬戸が銅メダルと栄光を手にした2人からすれば決して圧死できる内容ではなかっただろう。それでも、らは笑顔を見せた。今まで見たことがないすべてを受け入れたような、満ち足りた表情、だ。いろいろなことがあったんですけど、こうしてまた一本決勝で泳げるなんて、そして大と一緒にまた泳げるなんて、もう神様がくれ、贈り物としか思えないなと思って、今すごく、セデス・萩野は、苦しんでいた。リオデジャネイロ五輪後、調子が上がらないばかりか、体をそは異変と戦っていた。周囲が求める萩野への欠と、自分の状態とのギャップに苦しみ、一時は流から離れてしまった。それでも、萩野は生きてきた。自分が生きる場所はここだ、と。だが、2019年、プールに復帰してから、東京五輪までは、約1年の選考会を兼ねた日本選手権までは、もう約年と迫っていた。もしかすると、東京五輪には場できないかもしれない。そんな思いもあっことだろう。そんな矢先に、東京五輪が1年延期。うような練習はできないものの、1年という時ができたことで、改めてゆっくりと自分、向き合い、やるべきことを整理してきた。その決の一つが、200メートル個人メドレー1本に絞った。ことだ。つてマルチスイマーとして称えられていたのにとって、種目を一つに絞るのは苦しい段だっただろう。しかし、今まで通りのマルチ、今は萩野公介として挑戦すれば、夢破れる能性の方が高い。平井伯昌コーチと相談し、めた大きな決断だった。かつての自分を捨て、まで手にした東京五輪という夢の舞台。出場、来たことだけでも満足だったが、レベルが上っていた、決勝進出ラインを突破し、8人の精鋭1人となることができた。しかも、20年以上苦を共にしてきた瀬戸と一緒に。その事実は、のにとって、彼が過ごした、水泳人生を称えて、様が届けた、ギフト以外の何者でもなか、のである。次ページ、2020年に開催されていたら、瀬は、間違いなく。